福江マッピーラは、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将生4位、訓移等降4級。商業、福江行圏の息子として生まれる。改正中学卒を経て、1911年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し不評第3連帯付となる。1923年11月。 陸軍大学校を卒業した。1925年5月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員に移り、1927年7月、不評調査に昇進。1928年3月、不評第二連隊大隊長に就任。この絵師団参謀を経て、1931年8月、不評中佐に進級し不評第三連隊付け。 1932年8月、この F 不第一連隊付となり、参謀本部員県軍で部員、関東軍交通監督部員を歴任し、1936年8月、不評大佐に昇進。1937年10月、不評第63連隊長に着任し、日中戦争に出征。1939年3月、陸軍少将に進級し、 ルス第16師団司令部付けとなる。1940年2月、不評第15旅団長に就任し太平洋戦争を迎えた。1942年7月、マレー不漁収容所所長となり、同年12月、陸軍中将に進み、第66独立不評団長に就任。1943年6月、東京湾要塞司令官に移動。 1944年6月、第102師団長となり、同年10月に師団と共に、レーテ島に渡って、レーテ決戦に参加する。第102師団は、ビザや初島警備旅団を再編した部隊で、訓練や装備にも乏しく、福江は本来の任務ではない、レーテ戦には積極的ではなかった。日本軍の敗政が決定的となった12月下旬、師団に同行していた。 上級組織の第35軍の広報参謀に、師団参謀長からの指針で、セブ島に帰還する旨を一方的に通告する。話を知った第35軍司令官の鈴木隆作中将は、師団司令部のセブ島帰還を命じる文書を出して、独断行動とならない形とした。だが、師団側は、この命令に対して、連絡証拠をすら派遣せずに、 参謀長の指針で応じたのみならず、文書には記載のない護衛大隊をつけて、年が明けた1945年1月5日に、バンカーと呼ばれる丸木船に分乗する形で、志願司令部は、セブ島への渡航を決行した。渡航は容易ではなく、福江はゲリラからの銃撃で負傷し、セブ島に上陸できたのは3日後で、全10隻のうち到着できたのは、 福江の乗船の他に一隻だけだった。一方、鈴木中将は無断で護衛部隊を使ったりした手段の行動に激怒し、福江の指揮権を停止して待機させる命令を下した、あと、訴求する形で重禁心30日を与えてから指揮権を復帰させた。この経緯について、大岡昌平は惨憺たる敗戦にもかかわらず、軍司令官と兵団長との間で、 インパールのような決裂が起こっていないのは、鈴木司令官の俊敏さはなくても、恩恵な統制の結果と言えるのであると記している。その後は、セブ島中流のまま終戦を迎えた。戦後、セララン兵衛事件で、戦犯容疑により逮捕され、死刑判決を受け、1946年、シンガポールのチャンギーにて、重殺刑が執行された。母書は、 青山霊に一路マイナス10から41。ABC 大岡翔平2018。ピアニッシも26から29。大岡翔平2018。ピアニッシも29から31。大岡翔平2018。ピアニッシも44から47。AB 大岡翔平2018。ピアニッシも29から32。ありがとうございます。